気まぐれクックとサバイティング。いや、まずこんな機会が来るとはですね、うん、せっかくだから僕が魚のさばき方をクックさんに教えようかなと思って、クックさん、僕あって言ってなかったんですけど、うん、魚の免許僕1級です。ない免許は、ない免許は。免許はない。なんで、まあ、そのちょっと教えようかなと思って、まあ、動画見ててもちょっと甘いところとかあったんで、僕の方からちょっと教えていこうかなと思ったんで、今日さばくのはね、おお、そう、これこれこれ、こちらです。これ何だった？おっと、何だあったか。タピオカが届きました。一応あのカメラに映ってないんですけど、後ろにフリーメイソン50人になってます。すごいな。で、いや、そういうテンションか。はい、合わんな。恐ろしく合わんちゃう。でね、まあこちらね、これはね、マグロですね。あ、これな、違う、オキザヨリってやつだったやつ。オキザヨリ、オキザヨリ、トビウオライダーズの乗り物ですね、これが。で、これね、本当に難しいよ、この魚は。これむずいっすか。むずいね、これ。僕、魚さばくの一級だもんな。一級だって。まあ、知りませんよ。まあ、毒あるんで気をつけてください。毒ないな、これは。毒ないということで、ね、すげえ鋭いから、はい、本当に気をつけて。まず、頭落とします。頭落としてこっちっすよね。そっちだな。おお、すげえじゃん。はい、分かってます。いきます、3、2、1。おい、おお、え、そんな切り方してる。あ、こうですよね。そう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 、正解です。試しました。俺のチャンネルだったら縛られるよ。本当に今の。まあ、クックさん、食べさせてもらいました。そう、こうやってパンパン、これでね、まずね、落とします、顔を。うわ、すごいな。うわ、すごいな。えぐいっすね、血がな。血がすごいんですよ。でも、こちらね、まず見えます。でも、これもう、おろしって大丈夫ですか。ほんとね、これね、はい、特殊な魚なんだわ。この魚は、はい、ここを食べません。え、いいでしょ。そう、だから面白いから買ってきた。え、ここ食べないんですか。ここは食べません。まあ、食べれるんだけど、はい、骨がものすごく多すぎて、シャレなんだけど、ここに入ってる螺旋状にわーって入ってる。え、ここってことですか。そう、肛門から下、こっちの尻尾のこんだけを刺身とかで食べる。だからもう頭取ったらマジ無意味で。この魚ね、実はこっからこっち食べます。ここは食べません。クグさん知ってました。知ってるよ。10年以上前から知ってる、それは。でもね、これ骨を、はい、うまく避けて切る方法とかあると思うんだけど、はい、難しいんだって。もうそのぐらい難しい魚をさばくのが。もうじゃあ行っていいっすか。行こう。もうここっすか。そうそうそう、ここら辺からここっすね。そっからぶつけて、もうちょっと下だ。こっちっすよね。そうです、正解です。ギャンってやるの。ギャンっていきます。そう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 。でもこっから本当だ。おお、はい、飲み込み早くない。はい、そうそうそう。そこがお刺身で食べれます。ここがお刺身で食べれます。まあ、でもあのここは食べれないって言ったけど、はい、まあ、圧力鍋でさ、あの甘辛く煮たりだとかしたら食べれるからね。刺身で食べるのは尻尾の方がいいよっていうだけ。まあ、とりあえず今日はお胴体の方はマネージャーさんにあげましょう。マネージャーさん、骨で死なないですか。はい、いきます。下ろしていきます。重い重いでやってみる。そうですよね、うん、感覚ですよね。やってみる。お、そう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 。だったらギコギコ打っちゃえばいいと思う。ちなみにこの包丁はね、切れ味悪いから難しい。難しいです。お、うまい、うまい、うまい。見えますね、もう。ああ、上手じゃん、本当に。マジでうまいっすよね。マジでうまい。初めてです、もう魚さばくの。もう骨見てください。もうギリギリないですよね。見て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 。ほら、骨ギリギリっすね。上手よ。はい。でもこれ裏なんですよね。そうそうそう。あ、知ってるじゃん。はい。もうクックさんの見てるんで、俺。ありがとうね。はい。クラスに一人はおるよね。クックさんの動画見てるだけで魚さばけると感じがする。一番嬉しいけどね、俺は。一番嬉しいわ。ありがとうございます、いつも本当に。料理やってるの貴様さん。いや、僕やってないです。本当に料理してもないです。今もマジで包丁初めて持ちましたよ。マジで？マジです。お、
もし、あ、麺まで行っちゃった。うまい、うまい、うまい。いいよ、いいよ。でも、こう、落としそう、落としよ。よし、できました。これ、うまいっすね。めっちゃいいじゃん。見て、見て、見て。初めてですよ。クックさん、どうですか。すごい。うん。でも、ここはどうするんですか。ここはもうマネージャーさんにあげるよ。マネージャーさん、マネージャーさんにこれちょっとまだ身が残ってるから、マネージャーさんにカルシウム取りすぎでしょ。ここはどうするんですか。皮剥ぐか。ちょっと1個見本見せる。ちょっと、はい、お願いします。こう、こうして、はい、尻尾の方からこう入れて、うわもうレアやね。しっかりもう何回も遊んでるしっかり、実はね動画回すのはねあれだけど、初めてだけどね。これ難しいよ。おぉ、OK。 あーちょっとやっぱ身もったいないかもしれない。まあまだ大丈夫ですか。 OKOKOK。 じゃあこれ切っていこう。これ切っていきます。切っていこう。あ、どうする。アジあるけど、アジもさばきます。アジもさばきます。アジは簡単ですよね。アジはもう基礎中の基本、基礎。アジさばきます。じゃあ最初あっちからさばいたんだろうってですよね、うん、こっちからいっていいですか。こっちからいきます。こうやって、んで、んでここを、こう、早いですよ、手際が。うまい、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 うまい。んで、いきます。ふくさん、出てるし。ちょっと、むずいっす。こっちむずいよな。ちょっとむずかったっすね。あ、簡単なことむずい方あるんですか。うん。あ、さっき横に切れ目入れるのもありなんですね。俺こうやってやる。早い。どうやって、ちょっとこっち、じゃあ俺ちゃんと触った。はい、お願いします。ちょっとこのアップで写したいけど、こうやって、うわー、クックさんアングル、こうやってこれクックさんクックさんアングルやで、これ。あー、これ切れねえわ。これちょっとおの失敗するかもしれんね。 ここでね、内臓出しちゃう、はい、もう丸でしょ。こういくの、数々の魚、早い、さばいてきた、早い、はい、上と下こういうの、はい、のも一瞬なんですね。早い、こんな感じ。ええ、アンガールズ田中ぐらい細いじゃないですか。ガリガリでしょ。すげえ、待ってください、これマジで見てください。透けてるんですよ、もう身がもうないんで。何百匹もやってるのか。こっちから見たらそうなるんだよ。いやもうすごいっすよこれ、透けてる。これな、あ、これね、成功だわ。成功っすか。成功、成功、大成功。透けてるんすよ。ちょっと包丁ね、立てる。なるほど。そうするとこう、綺麗に、うわ、皮が剥げるわ。すげえ。よし、OK。 こうだ。美味しそう。うわ、マジでうまそうっす。もうこのまま刺身ってことですか。そうだね、これでちょっと骨抜いて、はい、刺身食べようよ。ででででー、できました、できましたね。こういう感じ。もう普通に美味しそうっすもんね。そう、こっちがアジ。いや、クックさんの魚食べれるのだいぶレアっすよね。ね、で、まあ一緒だね、何がさばいてる魚かな。え、でも鮮度がいいから、買ってきたばっか、はい、で、こっちがアジと、はい、で、こっちが、飛びヨロライダーズ。そう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 ちょっととろみがすごいだろ。間違いない。こんなとろみあったっけ、醤油って。まあ一度かなんでね。え、こんな、甘だれっすかこれ。甘だれ、何甘だれ。待って待って、こんな感じだったっけ。でも匂い醤油じゃん。はい、甘だれっすよ多分。はい、まあ甘だれでもいい。まあ甘だれ大好きなんで。いいですか、飛びヨロライダーズから行こう。飛びオライダーズから。いきます。いただきます。ハマガレ、今まで食った食い物が一番うまいな。マジで、これはマジでうまい。台湾上陸で一番うまいな、ほんとに。めっちゃうまい。カンパチに近いな。いや、美味しいですね。美味しい、これ。こっちもね、鮮度いいから。鮮度いいから、いただきます。あ、柔らかいですね。柔らかい。うまい。甘だれうめえだよこれ。甘だれ、これ何これ。多分これ甘だれがうまいですね多分、うん。
皆さんもぜひぜひ家でさばいて食べてみてください。という感じで締めようか。